100円硬貨とは、日本国政府発行の貨幣。100円玉とも呼ばれる。額面100円の硬貨である。明治時代の硬貨と異なり、法律上の表裏はないが、造幣局では便宜常年号の記された面を、裏としている。1967年2月1日に発行開始され、2021年現在も製造発行されている100円硬貨。表面には、日本国と、 100円そして硬貨が3輪。裏面には100と製造年がデザインされている。側面にはギザが103本ある。なお、直径、両目は従前発行されていた2種類の100円銀貨と同じである。同日に発行開始した50円白銅貨と同じく白銅製であるほか、裏面の額面金額の100のアラビア数字の書体も類似したものとなっている。また、 記念硬貨を除く日本の硬貨において製造年の刻印が昭和42年のようにアラビア数字表記であるのは50円白銅貨と100円白銅貨の2種の硬貨のみである。この硬貨の発行が自動販売機が昭和40年代に急速に普及した要因として挙げられている。また自動販売機のほかコインロッカー、アーケードゲーム、 カプセルトイなどでもよく使われる効果でもある。経済成長と自動販売機の普及により100円効果の需要が急増した一方で銀の工業的使用も増加したことにより銀の不足が生じてきたことから素材を銀合金から白銅に改めて発行されたものである。特に発行数の少ない年名は平成13年名と平成14年名であり、 これらの年名の未使用効果は、古戦争などで額面を超える価格で取引されている。なお、昭和64年名は製造されていない。現在日本で流通している効果では、500円効果以外の少学効果が偽造、変造の対象になることは500円効果と比較しても非常に稀であるが、2008年には100円効果の偽造事件が報道された例がある。 自販機などでよく使われることと、昭和40年代に製造されたものなど、製造年が古いものが長年流通してきた結果、ギザの損傷が激しくなった効果を新品に切り替えるという目的もあって、2012年以降では、日本の6種類の通常効果の1年間製造枚数が最も多い効果となっている。ただし、 平成から令和への元号の変わり目の年となった2019年の100円効果は2019年全体の年間製造枚数で見るとやはり年間製造枚数が6種類の中で最も多いが2019年の100円効果を平成31年名と令和元年名とに分けて見ると平成31年名の3億200万6000枚に対し7月から 製造開始された令和元年名は5861万4000枚と未使用効果にプレミアがつくほどではないが令和元年名の方が少なくなっており令和元年名としては製造枚数が最も多い効果の種類は10円効果となった1957年から1958年にかけて発行された法王の図柄の100円銀貨 および1959年から1966年にかけて製造発行された稲穂の図柄の100円銀貨の2種類が存在する。仕様の変遷は下記の通り。素材、直径、両目、周囲のギザは2種類とも同じであり、いずれも法定通貨として有効である。戦後の1957年12月11日に初めての100円効果として、 鳳凰を衣装とする百円銀貨が発行された。表面に羽を広げた鳳凰の図柄及び日本国と百円の文字、裏面には朝日を囲む四輪の桜の花の図柄と百円製造年が配されている。硬貨では当時の最高額面。鳳凰の図柄の百円銀貨の発行開始年から2年後の1959年2月16日には両目、金位をそのままに。 デザインが稲穂に変更された。表面には稲穂の図柄及び日本国と100円の文字が、裏面には図案化された粉闘型に重ねて、100の数字、その上下に分かれて製造年が表記されている。なお、この際に50円硬貨もデザインが変更となり、デザインは共に一般公募された。製造期間は1959年から1966年だが、 昭和37年目は製造されていない。1964年には東京オリンピックが開催され、それに合わせて100円銀貨のデザインを一部変更した記念貨幣が1964年度の通常を100円硬貨製造計画8000万枚の枠で製造され、同年9月21日に発行された。その記念貨幣は表面は聖火と五輪が入ったデザインとなり、 理面については、100の字体が少々太いほか、通常貨幣ではその数字の左右にある横線が、記念貨幣では除かれており、東京1964の文字が追加されているデザインとなっている。年号表記は、昭和38年のように通常貨幣では、漢字で統一されている文字が、昭和39年のように漢字とアラビア数字が混在したものとなった。 当初は10年間で8億枚を製造する計画であったものの保有銀量が不足していた上、電子工業、写真工業など当時世界的な銀需要が増大していた。アメリカが1965年から50セント高価の銀量を引き下げ、25セント高価や10セント高価を白銅バリ銅に切り替えるなど世界的な銀貨離れの中、日本もこれにならい1967年から、 白銅貨に切り替えられることとなり、稲穂デザインの100円銀貨は一般流通用として日本最後の銀貨となった。なお100円銀貨が発行されていた時代には板垣大輔の肖像の100円紙幣と並行して流通していたが、この紙幣が日本銀行から支払い停止になったのは100円白銅貨の発行後の1974年であった。これら二種の百円銀貨の日には、 600である。2021年時点での銀相場は1ムあたり90から100円で推移している。仮に100円とした場合の100円銀貨に含まれる銀の価格は104.80.6イコール288円となり額面金額を超える。それゆえ現在ではこれら2種の100円銀貨は個銭商による買取の対象となることもあるが、これらを潰すのは 貨幣損傷等を取締法により処罰される。日本初の記念貨幣は1964年に発行された先日の東京オリンピック記念100円銀貨幣であり、それ以降も額面金額100円の記念硬貨が数度発行されていた。1982年の500円硬貨の登場以降は金や銀などの貴金属を用いたものを除いて、 額面金額500円として発行されることが多くなっているが新幹線鉄道開業50周年記念貨幣や2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会記念貨幣のように額面金額100円で発行される事例も散見される発行年や様式の詳細については日本の記念貨幣を参照なお 1974年8月1日までは100円紙幣が並行して発行されていた独立行政法人造幣局貨幣に関するデータ年名別貨幣製造枚数よりありがとうございます。